今日の日付は8月30日ですかね。29日ですかね。どっちか分かる。ちょっとごめんなさい覚えてないんで。<laughs> とにかく今日は突,然突撃ライブということで、あの、ちょっとなんかコメントいただけますかね。コメントいただけるとありがたいんですけど。一人入ってきましたね。浮世さん入ってきましたね。明くさん入ってきましたね。わ、ね、かりました。大丈夫です。 えっとですね当初の予定はちょっとお話しするとあの当初の予定は当初の予定はエササニだったんですけど内容が途中で変わっちゃいました <laughs> なぜかなぜか、えー、エササニくんも来るとは思いますけどあのクレジットが届き始めちゃったんでちかなり違う内容になると思います最初に言っておきますねあのごめんなさい今コメントあのあのポスト見れないんで あのコメントの方は上がってくると思いますけど、ポストの方ちょっといけないんで、ごめんなさいね。えっ、ー、とですね、で当初の予定を <laughs> 大幅変更になりました。で、あの、とりあえず、今までのライトボディのちょっと新実験的にステラステラでどこまでいけるかっていう <laughs> のをやることになっちゃいました。あの、でですね、 ま,あまずフィードにクレジットを上げておきました。これはあの方々は今までライトボディーごめんなさい感情的になっちゃいますね。<laughs> 今までまライトボディー聖人様ヒーリングから始めライトボディーをずっと。 あの援助してくださった方々漏れてないと思いますけどね可能な限り思い出していましたがあの中にはライトボディの中に入ってない方々もいるんですが個人的に私をあの30年間まあ育ててくれた方々って まあ,まああのクレジットが入り始めので、まあ、どういうことなのかって言っちゃうと、まあ、どこまでいけるかっていうところで <laughs> ステラーまでまあこのライトボディちょっとお話しちゃいますねこれ後でこれ一遍切っちゃいますねそれから始めますねでとりあえず説明しておきますどういうことになるのか一応予定として私が知ってる限りで今の段階で <laughs> まずは餌さに実験だったんですが で,で、途中で、うーん、ちょっとあの、クレジットが入り始めて、で、え、どういうことですかっていうところでちょっと聞いた結果、まあ、あの、とりあえず、ライトボディ的には最初の段階もかなり終わってますよっていうところで、ちょっと次の段階に、あの、行きましょうということらしいですけど、でもこれはすでに、過去もう3回過去3週ぐらいで、 あの、もう始まってはいたんですね。でちゃんとやってる方々はあのだとも全部エネルギーがあと作れるようになると。でそのまあ極めがあの恐怖をくぐり抜けるあのエササニー瞑想だったんですけどで、そのまあ、進化版が先週の。 さっき上げておきました。2時間前にこれで準備しといてくださいという意味で上げておきました。で、それ、あれ、そこを朝までサーッといけちゃう人はもうレディーなのよ、はっきり言って。あとはテクニックの問題で、どのように、その、なんて言うんだろう、その波動、そこまでガーッと明日もう上げれるようになっちゃったら、あとは次の段階的には、あの、カバ原的な。 もしくはアダム・カドの世界っていうんですかね。スピードと世界ってなっちゃうと思うんですけど。それのある意味実験みたいなもんですね、今日は。で、で先に挙げておきました。それで関係するのが、カーワイ島のカルサイト。これは私のもう何年も前にカーワイ島にツアーで連れて行った時に実験したんですね、部分的に。で、あの、アダム・カドの,あのガッドボディはウォークします。ちゃんとエネルギーが入れば。びっくりするぐらい。で、多分それ起きちゃうと、 あの時点でもうみんなびっくり行天みたいな状態だったんでその後にイルミノイドセブン私はイルミノイドセブンと言ってますがスーザンあのカウアイ島に住んでるコンタクト員のスーザンは彼女はプレアディアンだと言ってましたけどうーんちょっと違うかなみたいな, <laughs> なの多分どちらにしてもカウアイ島のカウアイ島カウアイ島クリスタルって言われてますけど あのカルサイトのこと、カルサイトの大地っていうかナパリとかあのえっ、ー、となんていうのナパリルックアウト展望台のとことかあの西側から北側の大地もうほとんどでも川とは基本的にはカルサイトの大地ですよねだから水晶の上に水晶ってカルサイトっていう結晶室の大地の上に、まあ、下で地面がということで。でまあその まあそこのそういうところに行きその日はもう大量にそのカウアイカルサイトの波動もガン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 入りのうで,あでその時もあアバターも見ちゃったしでその子がいろいろ実験をした結果あびっくり仰天なことになっちゃってその後にまに、あ、イルミノイド7登場だったんですけどねで、まあ、ブログを読んでる方は形もず分生まに変わたと思いますけど。あの でようやく、あのー、まあスケ、ステラー的には、じゃステラーでど,どういうことができるのかっていうのの、ある意味、実験段階ですよ実験っていうか、あのー、ク <laughs> ォンタムヒーリング的にはいろんなこともできちゃうんで、それの、もうちょっと、こう、もうコード版アドバンス版みたいな感じになるでしょうね。うん、とにかく、ステラーまで行きますよ、と。 で、ステラーをアクティベートして、そこから、まあ、いろんなものをガン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 引っ張り出しますよとで。その、その、で全部を整えて、スーパーチャージをして、で、行く人はいけちゃうかもしれないですねという、私の月ステストがパカーンとどこかに、はは出ちゃうかなっていう、あの、可能性をちょっと。 やるみたいですけどねでそこでそのインテンションでクレ,あのクレジットを出しておきました今までの方々の。でそのほかにもいろいろいると思うのでまあ挑戦なされたい方は <laughs> 自分のスターファミリー的なもしくは最もご縁のある的なところを、まあ、名前をクエチ加えちゃうと。 いうことで,で、これはインテンションが途中で入るはずです。でっとインテンションのことを話しておきますねで。インテンション的には意識とその思考、だからメンタル思考ですよね、動きが違うんで、で意識の,その全体のところにまずインテンションを投げちゃうとで、それはあんまりぐにゃぐにゃ考えない方がいいんですね。あの まあ、名前を呼ぶなり入れるなりインテントするっていうことはそこに糸を投げ込むっていうことなんですがでそれでもうあの投げちゃうとで行,き行きたい場所もしくは会いたい方々っていうんですかね多分 <laughs> それがどのように始まるかは私の回目線とつきませんが人によってはパカッとあそこに行っちゃうかもしれないしあの寝てる間にパカッと行っちゃうかもしれないしどのように。 起きるかは私には想像つきます。経験としては、乾いたの時はちゃんと挨拶しに来ましたね。で、私に用があったわけじゃないんです。が、別の方に用があって、で、どうぞお通りくださいということで明確に来ましたけど、で、あとはあのまあ夢の中ドリームコンタクトはちょっとまあわかりにくいですけど。 このとこされちゃうとか、このとこ起きちゃうから。まあ、そこはあんまり考えず、期待せず、で。とりあえず、インテンション世界というか、意識世界っていうのは、あんまこうメ、メン、タル世界が入っちゃうと。こう、いけないかな。まあ、そこでパカーンと入れちゃって。まあ、どう、なんとかなるでしょう的な、もうぶっちゃけた話、あの、わけ、分け渡しちゃう的な。だから、むにゃむにゃむにゃ考えない方です。インテントって言えば、もう集中してパカーンと、その。 フォーカスして、それを意識がその相対的な意識がどのように受け取ってどのように翻訳するかだからで、そこで、まあ、クレジットが来てるからクレジ上的にはあのあの準備万端ですよっていう、えー、こんなに来たんですかっていう感じだったんでちょっと私はウルウルしてましたけど過去1時間前くらいあまりのすごさにであ、ポイント的には じゃ、基本的に、じゃ,じゃ,じゃ,じゃ、ちょうどなんとなくですが順、どういう順番で始まるかとは言っておきますね。まずは、あの、コンシャスライトボディズの充電が始まるはずです。もうちょろちょろ始まってますけど。で、プレで、あの、すでに、カルサイト波動は入れておきました。で、体が、まあ、1時間前ぐらいかな。こう、わーっとこう、 なんて言うんてうだろう気持ちよくなる時なあれにちょっと振動する的な熱くなりのが始まってる方はもう入って,入ってるはずなんで,でそれをした準備的に多分そこの充電が始まりのそれからステラにつけたりとからその全部のシステムを立ち上げることに入りので,で何度も言ってますもう 2, 2時間前に上げておいたんでちゃんとあのバッファリングっていうか。あの できてる方はそんなに問題なくそのステートエネルギーのステートまで行けるでしょうということでまああまりにもちょっと急に急に急に来ちゃったんで2時間の準備っていうのがちょっと短いかもしれませんけどね、まあ、どこのとことまで行けるとこまで行ってみましょうという時のところででその先に何が待っているかっていうのは私は分かりません行ってみないとということでやってみないと分かんないことはやってみましょうということであと言っておかないといけないことは何かある 途中で <laughs>、途中で白くなっても気にしないことですね。何か私だって何が起きるかわかんないし、可能な限り接続して共振させますが、そんな感じですかね。あとりあえず、じゃあ、一度切って、もう一度戻ってきます。ということ他に何か質問ありますかね。明治神宮に拝見されちゃったのね。はい、わかりました。大丈夫です。 ああ他になんか今、ちょっとあの、コメントで今なんか、なんか聞きたいことがあれば、なければ、あの、切って戻ってきますけど、ちょっとあの、ドキ,ドキ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 っていうか、自分の別のところがなんとなくそわそわドキドキな、感じが始まってる方は、可能な限りスルーした方がいいですね。 で、ちょっとオーバーウェルムになる方もいるかもしれないです。で、あのー、ゆかりさんみたいに、はい。途中で抜けても大丈夫でしょう。はい、ゆかりさん。とりあえず、録音もこれ録音されてるはず、あのー、今回切れないように地下でやってるから、大丈夫だと思います。録音されない、録画されてるので。どのくらいか、あもうすぐ始めちゃうと思います。今のうち、じゃあ 5, 5分頃に始めます。トイレに行きたい方はトイレに行ってということで、5分後くらいから始めますかね。 ということで、それではまた後で。